CPU です。今日は、恒例のスターバックス福袋、4、5年前から抽選で、今年はコロナの関係で抽選プラス当たった方は配送で、届きました。物流の皆さんありがとうございます。それでは開封したいと思います。今年の福袋は、ネットで見たところ、結構トートバッグがいい感じだったということで、もう絶対買うということで、応募しました。抽選発表日がなんと私の誕生日で、当たったということで、タンプレなのかなと勝手に思い込んでおります。中身はまずはこんな感じです。ズン。はい、それでは1個ずつ見ていきたいと思います。はい、袋に入っております。一番目当てのトートバッグ、いいですね。すごい作りもいい感じだと思います。持ち手が結構長めですね。生地も厚い感じで、前面に3つ入れるところがあります。でちなみに毎年買ってまして、だいたいこのトートバッグに入っているんですが、去年がなかなかの出来だなというふうに思ってました。ちなみに参考に、去年のですねトートバッグ、サイズ的には、一回り二回り今年の方が大きい感じですね。今日の袋と今年の袋で、今年の方が横長という感じですね。はい、後ろは似たような感じですね。はい、生地的には似たような感じで、で、この長さですが、ほぼ同じですが、作りがこちらはちょっと巻いた感じで、こちらは紐というかこんな感じでした。はい、結構使い込んでもうかなり汚れてますが、便利に、ほぼ休みの日は毎日持ち歩いてた感じです。はい、こちらに今度新年から変わっていくのかなということだと思います。じゃあ、中身の方を見ていきます。まず1個目、はい、タンブラー。すでに皆さん開封動画他の方の見られてると思うんで、私の方はちょっと視点変えていろいろ、こんなんだったらいいなとか、すごいいいなというところの、お話もできたらいいかなと思ってます。はい、タンブラーです。基本的にはストレートな感じですね。で開けると中がこんな状況で、ストローですね。去年も似たような感じでストロー入ってまして、タンブラーでストローついてるとですね、私はほとんど運転してないんですが、妻は運転してまして、運転しながら飲み物を飲むときにですね、ストローで飲むと、上を向かなくて飲めるということで、ストロー付きっていうのが非常にいいなと思います。でちなみに、飲み口がこんな感じですね。多分ここにこう刺して飲むと
ということだと思います。ただこれちょっと自分は難点と思っているのが、まあここの、まあ、吸い口ある程度出して飲み終わった後ですね、ここの蓋がうまくできないということがありまして、まあ、希望を言えばですね、メーカーさん この辺から穴が開いてストローを通してで飲み終わったら、まあ、パカンと蓋ができてストローが折れ曲がるような感じに作ってくれると使い勝手今後良くなるのかなと、これは去年からそんな、まあ、イメージを持ってました。ちょっとその辺なんか改善されるとすごい嬉しいなと思います。次です。はい、2個目、あ、これもタンブラーですね。はい、他の方がまあすでに開封動画してたと思いますが、スノードーム付き、はい、スノードーム付きタンブラーというやつだったと思います。はい、スターバックススノーボード付きスノードームタンブラー、はい、でまあロゴが2020ということで、多分まあオリンピックに来た方に向けて、まあ日本ジャパンテイストの、まあ、もので、ね、まあオリンピックがなかったということで、今回福袋の中に入れたのかなというところです。まあ、飾っておくには非常にいいですが、実用的にはちょっと容量が、まあ、当然これが入ってる分、まあ、容量ここまでということで、少ないという感じです。はい、で、まあ、飲み口はここをスライドして飲むというところで、まあ、これはちょっと変わった開け方ですね。ちょっと漏れに対してどれぐらい、まあ、強いかっていうところは不安はありますが、まあ、家でちょっと仕事とかやりながらこう遊びつつものを飲むにはいいのかなというふうに思います。はい、次です。じゃん、またタンブラー入ってますね。なんか3つぐらいタンブラーが入ってると結構当たりかなという、まあ、話もありますので、これは今回、まあ、当たりの部類になるのかなと思います。はい、タンブラーそのものは比較的、まあ、一般的なタンブラーで、まあ、柄はちょっとクリスマス柄ですかね、冬の柄なんで、まあ、時期的にはまあ冬の間は使えるかなっていうところですが、まあ、まあクリスマスシーズン終わったところで、ちょっとそこは残念かなということですが、まあ、使い勝手そのものはですね、このタンブラー非常に使いやすいと思います。容量は500ということなんで結構入りますんで、これはですね、外に持ち歩くときに、使いたいなと思います。はい、次ザン、はい、スターバックス福袋ジュートランチバッグ、はい、ということで、開けてみます。はい、ちょっと朝の感じな袋です。後ろこんな感じ、まつが結構あります。中、はい、パリパリでついてまして、開けると、はい、これのシートが貼ってある感じですね。ということなんで、まあ、お弁当を、まあ、保冷しながら運ぶとかいう感じで使えるかなと。まあ、若い人
って、まあ、あんまり、買い物しない人だったら定食、まあ、入れてこの中に入れて、さっきのこのトートバッグにこれをぶち込んで買い物とかもいいのかなという感じですね。結構これ渋めな感じで、これは私は気に入ってる感じですかね。はい、次です。コーヒー、レギュラーコーヒーということで、中挽きの、まあ、挽いた豆が 250g 入ってます。はい、まあ、大体これ定価で1000円ぐらいだったと思います。まあ、皆さんも他の方も、まあ、入っていたということで、必ずこれは入ってるのかなと。で、例年ですとこの袋コーヒーがさらにもう一袋ついてるっていう感じだったんですが、今年に関してはこちらのコーヒー豆引き換えカードっていうのが入っていて、この中も入ってるんですが、はい、ここに書いてある、何種類ですかね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9種類ぐらいですかね。まあこの中から選べますと。あ、もっとこっちもあるから、まあ10種類以上の豆から選んで、さらに豆も引いて、もらえると。で、容量は 250g の豆と交換しますということなんで、まあ例年ですと、まあ、自分で選べないコーヒー豆、こちらが、2つ入っていたのが、まあ、1つはレギュラーが入っていて、まあ、もう1つは自分の好みの、コーヒーを買えることができるというところが、まあ、今回、プラスになってるのかなと。で、あとは、まあ、例年恒例のドリンクチケットというのが入ってました。まあ、これは、はい、こういった感じで、6枚入っていて6月27日まで使えますということです。で、まあ、お好きなドリンク1杯お楽しみくださいで、まあ、税抜きで610円ということなんで、まあ、これが6枚ついてると663,600円ということになります。まあ、これは結構財布の中とか入れておいて、飲みたい時に飲むと。特にうち家族私以外女性なんで、大体甘いもの系のものをみんなで飲んで終わるというのが例年の、感じですね。ということで、まあ、今年ですが、まあ、先ほど言ったように、まあ、私は一番このスタバの福袋、買ってる理由としてはこのトートバッグですねが、まあ、一番の目当てで買ってます。で、そういう意味では、まあ、去年の、まあ、トートバッグですね、こちらが結構いいなと思ってたんですが、まあ、さらにその上をいった感じかなということで、まあ、レジ袋有料化も伴ってですね、買い物の機会が多くなると、買い物の、袋をですね自分で持っていく機会が多くなるという意味では、まあ、非常にですね、口も、まあ、広いし、この肩にかける感じもですねこちらに比べて、肩崩れしないというところで、非常に洗練されたバッグなのかなと思いました。まあ、これ全部送料も含めて7500円なんで、まあ、来年はどうなるか分かりませんが、
まあ、この値段であればぜひ応募して当たったら買いたいなと思います。はい、そういう感じです。またよろしくお願いします。